3月の3日はひな祭り、または桃の節句という、桃の花が咲き、ひな人形を飾る日です。春の初めに小さい可愛いものと女の子を祭る祭日です。日本は縦社会なんだから、人形を階段に揃えるだが、このカリフォルニアのひな人形たちは横社会に住んでます。真ん中に殿様と姫様が座って、両側にいろんなごちそうと遊び物が置いてあって、右と左に女性と男性のお召し使いの部屋があります。さあ、男性のお部屋をご覧になりましょう。おいしいね。お酒があればいいのに。ほら、ワンちゃん、ワンちゃん、おいで、おいで、ワンちゃん、ワンちゃん、おい、ワンちゃん、やばい。この次は上皇后陛下のお部屋。お年でちょっとボケています。うさぎ欲しい？私のうさぎはどこ？はいはい、おばあさま、ここにいるよ。ほら、うさぎちゃん。はい。うさぎちゃん。では、ご飯を食べましょうね、おばあさま。次は、官女たちのお部屋。さあ、何を話してるかしら。噂話ばかりではないでしょうか。ああ、わかった。殿様と彼女が。はい、これ与えるよ。ありがとうございます、殿様。綺麗ですね、君は。殿様。本当に綺麗。殿様。ああ、姫様、困ったな。ほら、待って。行かないで。説明できるよ。お願い。待ってよ。どうしよう。これはかわいい怪獣のひなです。なんだ。何をしたんだ。バカ野郎。お花。お花を送ったら？お花よ。